岡部義行は日本の競輪選手。福島県白川市出身。日本競輪学校第66期生。日本競輪選手会福島支部所属。師匠はマダラメヒデオ。初出走は1990年8月9日の西部園競輪場で、初勝利は翌日の同場所。福島県立白川実業高等学校。 在学中から自転車競技で数々の実績を残し、競輪学校へ入学。競輪学校を卒業しデビューした後は、1990年に静岡競輪場で行われたルーキーチャンピオンレースで優勝し、やがて S 級へ昇格したが、その後しばらくは伸び悩みの時期があった。しかし2000年の第53回日本選手権競輪決勝で、 最終四角9番手という位置から一気に追い込んで、初の特別競輪制覇を果たし、これをきっかけとして活躍を見せるようになった。岡部が日本選手権を優勝する前は、金子正人が福島勢では最もタイトルに近い選手と言われていたが、岡部が日本選手権を制覇した後、同年の全日本選抜競輪では金子が優勝。 さらに翌年のオールスター競輪では、伏見俊明が2003年の読売新聞社杯全日本選抜競輪では佐藤慎太郎が優勝したことを考えると、現在の競輪界における福島勢の活躍ぶりのきっかけを作ったのが岡部であると言える。その後はトップクラスの選手として完全に定着し活躍を続けている。 とりわけ2002年から創設された東日本、大座決定戦での強さは特筆で、伊藤温泉競輪場での第1回優勝を皮切りに、翌年も岩木平競輪場で連覇し、2005年も鳥出競輪場で優勝し3度目の制覇を果たしただけでなく、他の年も決勝3着が2回あり、抜群の相性を見せている。なお2005年にはふるさと、 ダービー豊橋も優勝している。2008年は、ともひと新脳パイの決勝で2着に入ったことから、年間獲得賞金上位に位置し、年末まで SQS 班の格付けをめぐって、賞金争いを繰り広げたが、わずか十数万円差で届かず、辞典となった。しかし2009年1月に SS の一人であった、手島啓介が急成したことを受けて、 急遽規定が改正されたことにより、岡部は5月1日より、SQS 班に追加で選出されることになった。最盛期は長い距離のめくりを武器としており、特に混戦となった場合に繰り出すめくり追い込みが印象的で、日本選手権競輪、ふるさと、ダービーとヨハシでは、後方のほとんど絶望的な位置ながらも大外を強襲して優勝している。 しかし前の選手を追走するときに必要なマーク技術を苦手としており、しばしば他の選手から連携分断の目標とされることがある。このため一般的に有利な先行選手の番手を選択できるときでも前後の位置関係をまとめきれない面があり、このことも後術の話に加え同地区の若手選手と祖語を生じさせる一因となっている。この弱点が 近年の課題となっており、現在も競争において克服しようとしている。福島県内には、道場と言われる指定グループが3つ存在していると言われ、岡部と、伏見俊明は半目が師匠だが、佐藤慎太郎や山崎義人などは、添田の弟子であり、道県でありながらもグループが違うということで、微妙な人間関係になっていると言われる。ケリングランプリ4では、 昇る忍を一人にするわけにはいかないと、同県の伏見慎太郎とは別線を決意した。とりわけ、佐藤慎太郎とは一時期からレースに登場しても、全く連携を見せないようになり、山崎においても2006年の高松の宮記念杯、競輪準決勝において、レース中に、岡部が山崎との連携を切ったことに橋を発し、 福島県政だけでなく、北日本地区内からも岡部に対する風当たりがきつくなったと語られており、さらに同年の共同通信社背景輪においては、岡部が山崎をまくり切ったばかりか、岡部マークを得て優勝した、熊本の講師マっサオミに対して盛んに祝福した光景が実況中継で映し出されたことから、福島税内における関係に溝が入っていることは、 決定的とされる状況をファンも目撃した。これ以降も岡部は同県のみならず、同地区の選手と同乗しても孤立するケースがしばしば見られたが、不利な立場にあっても自分一人で上位入着をもぎ取るレースを見せることから、車検購入の視点においては一定の評価を得ており、様々な視点から注目される状況になった。 近年は前述の山崎や佐藤と連携することも増えているが、同じ白川地区の成田和也とは依然として連携していない。2008年以降になると、岡部本人もラインの大切さを感じるようになったとして、東北ラインの一番後ろをしっかり固めるレースも多い。また、後輩の伏見敏明を連れて果敢に先行したレースもある。 近年は若手先行型の後ろを回るケースも増えてきたため、縦に踏む足をうまく使った競り技術を身につけようとしている。それでも短期での強さは相変わらず比類がない。最近は有名人だけではなく多くの競輪選手もブログを執筆しているが、岡部は現在のブログを2008年4月に開始する以前に別のところですでに日々の出来事などを綴っていた。 ありがとうございます。